どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入最大 100% ボーナスポイントキャンペーンが来ましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイントを購入していただくと最大 100% ボーナスポイントキャンペーンということで、今回ね 100% ボーナスっていう風になりますんで、待ってた方もね結構いるのではないのかななんていう風に思いますので、ヒルトンホテルポイントっていうのは、まあ、基本的にねホテル宿泊にね利用していただくのがね最もおすすめっていう風になるわけなんですけども、ヒルトンホテルポイントをね連泊で4泊分利用していただくと5泊目が無料でね利用することができるねプログラムっていう風になっておりますんで、これで利用していただく方はねかなりお得になるっていう風になりますんで、まあこういったね利用方法、今後ねゴールデンウィーク、夏休み、年末年始とかでね利用予定の方はですねかなりねいいのかななんていう風に思いますので、気になる方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずねキャンペーンの詳細ですね。期間が2023年の3月8日13時59分までっていう風になります。こちらね日本時間に直しておりますので、キャンペーンのね公式とちょっとね時間がね違うと思いますけれども、まあギリギリね購入されるのもあんまりお勧めできないので、まあ前日のね3月7日いっぱいでね購入していただくのをねお勧めっていた形になります。で今回の 100% ボーナスポイントなんですけれども、5000ポイント以上ね購入していただくと 100%のボーナスがね、つぐっていた形になります。またね、購入上限は1年間で最大8万ポイントまでっていう風になりまして、ポイント付与は、48時間以内ね付与っていった形になります。で今回ですね5000ポイント以上購入していただくとですね 100% のボーナスがつくっていう風になりますんで、まあたくさんのねポイントを購入しなくても 100% のボーナスがね今回付与していただけるっていう風になりますんで、こちらね何ポイントまで持っていて、あと何ポイントね購入してホテル宿泊するみたいなね、まあそういった使い方にもですね結構いいのかなと思います。でいつも通りですね、私の方でね1ポイントの単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、こんな感じになっておりまして、6万ポイントのねところを見ていただければなと思うんですけども、6万ポイント購入していただくと600ドルっていう風になりまして、これが 100% ボーナスで12万ポイントですね、これが77,736円ということで、まあこれにですね外貨決済手数料をね入れまして、日本円で計算すると79,290円ということで、1ポイントの単価は 0.66 っていった形になります。まあこれはですねドル円のレートね、こちらは昨日かな計算したのが1ドルね 129.56 円っていうふうにで計算させていただきましたので、まあこのね最近ねすごいドル円のレートが動いておりますので、ちょっとね参考程度にね価格は見ていただきたいんですけども、1ポイントね 0.66 円でね購入することができるっていう風になりますので、まあ使う時にですね1ポイントね、まあ、0.7 円ぐらいで利用することができれば、今回のポイントね購入して利用した方はねお得になるっていった形になります。で12万ポイントですね、まあ、日本国内で言うと、まあ、6京都とか、軽井沢のねキリオコレクションとか、ヒルトン小田原の週末、あとねコンラッド東京とか大阪ね、ここら辺で利用する場合であればですね 0.66 円、まあ 0.7 円以上でですね利用することもね結構できるかななんていうふうに思いますので、いいのかなと思います。またね2023年のね6月の末にはですねヒルトン宮古島ねオープンする予定っていうふうになっておりますんで、まあ、ここでね利用していただくのもねかなりいいのではないのかなと思います。ちょっとね価格帯がどんな感じになるかどうかはねちょっとわからないんですけども、まあ宮古島っていう風になりますんで、そんなにね安くならないっていう風に思うのと、やはりねオープンしたばかりですのでそんなに価格下げてこないと思いますんでね、まあここで利用していただくのもね一つの手ではないのかなと思います。それ以外にはですねやはりスーパー繁忙期ですね、年末年始とかゴールデンウィーク、夏休みとかね、まあここら辺でね利用される方はですね結構いいのかななんていう風に思いますのと、あとはね海外ですね、やはりもう海外旅行がですね結構自由にね行くことができるっていう風になりますんで、2022年ねいろんな国に行ってヒルトンホテルね利用させていただきましたけれども、やはりねヨーロッパ方面のねヒルトンホテルはね結構良かったですので、まあロンドン、パリ、あとミュンヘンとかでもね利用させていただいたんですけども、まあこちら辺でね利用していただくのもねかなりいいのではないのかなと思います。パリとかですねヒルトンオペラパリ利用させていただきましたけども、ヒルトンのパリのね中心地にもかかわらずラウンジとかもねちゃんと利用できて、またねアルコールとかもね利用することができましたんで、ここら辺でね利用していただくのはねかなりいいのではないのかなと思います。
ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入していただくと最大 100% ボーナスポイントキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルはこちらね、ダブルポイントを獲得っていうね、キャンペーンもやってるんですよね。こちらね、1月1日からキャンペーン始まってるんですけども、エントリー必須っていう風になっておりますんで、概要欄に載せておきますんでね、確実にエントリーね、しといてください。こちらは滞在していただくとですね、ダブルポイントがもらえて、またね、異なるね、ブランドを利用していただくたびに、プラス1000ポイントね、もらえるっていう風になりますし、またね、このヒルトンのキャンペーンはですね、この1000ポイントの方はですね、ポイント宿泊でも利用することができるっていう風になっておりますんで、これね、いいですよね。マリオットとかね、基本的に優勝じゃないとね、こういったボーナスポイントもらえなかったりするんですけども、ヒルトンホテルの場合はね、こちらもらえるっていう風になりますんで、このキャンペーンもね、ぜひ見逃さないようにね、していただければなと思います。またね、ヒルトンホテルは2023年ね、宮古島先ほど話しましたけども、ヒルトン横浜もね、今年開業予定っていう風になっておりまして、2024年にはダブルツリー大阪、京都、25年にはウォルドーフアストリア大阪、26年ウォルドーフアストリア日本橋、コンラッド名古屋ということで、開業もね、続々と控えておりますので、かなりこちらもね、楽しみですよね。ということで今回の方はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。